としては、なんていうんですかね、非常に、格闘技のあらゆる魅力がですね、詰まった大会だったかな。ライジン2015年の年末に立ち上げて、ここまで、僕自身もですね、今日戦ってくれた選手たち、共に、先のことを考えず、先のことを考えられる余裕もない中で、全力で本当の格闘技の魅力を伝えようということで、これ僕だけプロモーターという立場の主催者の僕らだけではなくて、そういう思いを感じてくれた、選手たち、そういう選手たちの熱い思い、もう一回日本人格闘技の聖地を、そしてこの埼玉スーパーアリーナを格闘技の聖地に返り咲かせようと、そういう熱い思いが結集したというか、結実した日だったかなと、そう思ってます。今日は試合しなかったんですけども、同じ思いを持ってくれている選手たちは実は世界中にたくさんいて、ダン・ヘンダーソン、彼が僕らの呼びかけにですね、本当に気持ちよくやろうと、もう一回日本を熱い格闘技の聖地にしようと、そういう思いでジョインしてくれたことにも心から感謝してますし、プライドの時代が1997年10月15日からスタートして20年、必ずしも日本の格闘技界、これも総合だけじゃなくて、本当に K-1 は1993年にスタートして、世界の格闘技のリーディングカントリーとして走ってきた時代があったと思いますね。その後、いろんな世界中に格闘技の熱が、マーケットが開いていくのと同時に、日本の格闘技のマーケットは、熱はシュリンクした。これは日本のプロモーションとか日本の格闘技関係者が努力が足らなかったってことでは決してなくて、本当にそのぐらい急速な勢いで、特に総合格闘技はこの20年で進化して世界に広がりました。もう一度日本の中で、侍の国で、武道の国で、日本にしかない本当にスピリチュアルな、僕は格闘技の舞台、ルールとか、勝ち負けとか、もちろん大切だと思いますけど、そこだけにこだわらず、本当に果たし合いというかですね、侍のスピリットを持った決闘というか、やるかやられるか、すべて人生をかけて戦うにふさわしい舞台をですね、作りたいということで、ここまでやってきた一つ、今日のお客さんたちの熱も含めてですね、そしてファイターたちに共通の、これは日本人の選手だけじゃなくて、男性だけじゃなくて、女性のファイターだけじゃなくて、みんなで届けよう、自分たちが戦うっていう、一つの戦うという姿を通して届けていこう。オープニングの映像みんな見てもらったかと思いますけど、これ日本語なんで外国の方には届ききらないのかもしれないけど、格闘家だけじゃなくて、やっぱりやめられないこと、どうしても続けたいこと、そしてもでも年とともに諦めていかなくちゃいけない、そんな人生の中のね、それぞれの格闘というか、そういうものを格闘技っていうフィルターを通じて、それでも常に戦い続けて、常に前にチャレンジし続けることが大切だっていうものを届けられたのかなという気がしてます。本当にそういう意味では選手に感謝してますし、そして今日集まってくれたファンの皆さんに感謝しています。そんな本当に切なさ、格闘技の切なさとですね、それと格闘技の、なんていうんですかね、切なくて、それでも本当にやめられないというか、多分今日見に来てくれたファン、
の人たちはもう一回見たいって思う、もう一度この空間に身を置きたいって思う。多分プライドの時代はそういう空気作れてたと思うんですね。ちょっと近づけたかな、そんな気がしました。これはあの僕らが選手とか僕らが届けるというか作り出すだけじゃなくて、ファンのみんなと共に作る空気感なんで、ファンもようやくそういうこうパッションをね取り戻してくれつつあるのかなって。ここからまた年末に向かって我々は今日勇気をもらいましたので、ファンのエナジーをもらいましたから、それを持って今年1年2017年走り切りたい、そして2018年また新たな気持ちで走っていけるような環境がこの半年間でですね、さらにもう一段階、もう一つのレベル、上のレベルまで高めていけたらいいなという、そういうこう勇気と元気とエネルギーをもらった、そんな大会だったと思います。各個々の試合の中で言えばですね、圧倒的な強さを見せた堀口教授と那須川天心、格闘技の熱を作り出す中で一つあるのはやっぱりアップセット、ね、ジャイアントキリングというかアップセットがあったりすると熱が作れたりするんだけど、まあ、アップセットの起きようがないほどの圧倒的な強さ、でもその代わり圧倒的な存在感をこのライジンというリングでこの2人は強烈に放ってくれたかなと、そう思っています。まあ、その2人に真っ向勝負した西垣左衛門と所秀夫、この2人にも本当に心から感謝したいと、そう思っています。あと女子選手の中でもですね、山本美宇が初勝利をし、そして野沢真珠野沢オクライナが衝撃的なデビューを飾り、まあ、キングレーナが一本は取れなかったけども、自分よりもはるかに体の大きな階級の上の選手に真っ向勝負をする、ギャグの試合は本当に残念ですけども、総合的に考えるとこういう試合も格闘技の場合は起きうるものだと思うんですね。だからまあギャビとかそのオクサーナ選手とかいろんな思いがあると思いますけど、でもそれはそれで今日のことはリセットしてまたチャレンジをギャビにも続けてほしいと思いますし、これで腐ったりすることもないと思います。まあ、格闘技の中ではやっぱりそういう刹那というかですね、そういうことが起きうるやっぱりリアルなファイティングスポーツですから、計算がされているものでは一切ないんでね、何が起こるかアクシデントっていうのはやっぱりある程度のパーセンテージでつきものだと思いますから、それはそれで受け止めて次のステップを踏み出してほしいなと、そう思ってます。まあ、ちょっと長くなりましたけど、ざっとそんな感想で、あとは質問に答えたいと思ってます。怖かったと思うんですよね。キザゴンだって10歳も下の選手で、彼のルールで彼の土俵で戦う、でも逃げずに真っ向を打ち合った、マホとキザゴンも素晴らしかったし、所秀夫も、まあ、本当に堀口教授というですね、とてつもない虚勢というかですね、本当にこう周りの反対を押し切ってまでこのチャレンジをした、まあ、それが多分、まあ、試合のスタイルになったんだと思うし、そして最後まで立ち続けた北岡に、本当この3人にエールを送りたい、そう思います。Hello, sir. First, I want to make a statement. You mentioned the opening video. It was amazing. It goes beyond language barriers when you express the human spirit. It was really wonderful. The live production seems even better now. And
I think in today's Sogo Kakutogi world, it is not, it's been oversaturated. It's not about putting on two events a week where someone like myself that watches every single fight gets fatigued and can't remember this fighter or that fighter, and even halfway through the event, I don't remember the outcomes. Today, I have a very good feeling that Ryzen is just on the verge of what's really important, and I think not only is that the fighting spirit, but it's about making stars. You have so many tonight on just one card that are on the verge of real stardom. Kyoji Horiguchi, Tenshin, you know, even Amir, if you keep Amir in and make a heavyweight title, and definitely King Reyna. You know, some of them, most of them, only have had two fights in Ryzen, and already I feel like they're on the verge of becoming superstars, and that's what matters for an organization. I think it's in a very good spot right now after tonight, so I just wanted to make those comments, and if you have any thoughts, please expand. Hi.先ほどオープニングビデオの話が出ましたけれども、本当に私は見ていて素晴らしいと思いましたし、あれはもう言語の壁を越えた素晴らしいものだったと思います。で、今日の総合格闘技において、やはり試合数ではないということを証明しているのがこのライジンの存在だと思いますが、2週間、2試合だとか、2イベントだとか、どんどんやっている団体もありますけれども、 あまり数多くやると、飽和状態になってしまいますし、途中でどの選手がいたかとかっていうのも忘れてしまうような、そんな状態になってしまうので、そういう意味ではライジンのあり方っていうのがすごい素晴らしいことですし、ライジンのような1試合で、たった1試合でスターを作り上げるというような団体としての、運営、戦いの作り上げ方っていうのが本当に素晴らしいと思います。で、今日で言うと堀口恭司選手だとか、那須川天心選手っていうのが本当にその、たった1試合でものすごい存在感を見せたと思います。で、キングレーンの選手もしっかり、そういったスーパースターを生み出す、舞台っていうのを作り出すのに、ライジンの今夜のライジンが本当にそれを証明してくれたと思います。そういったこと、私はそういうふうに思いますけれども、これについて、ご意見を伺えればと思います。本当にそう言っていただけたことを嬉しく思いますし、本当にこう、なんていうんですかね、スターは僕が、プライドの時代もそうですけど、勝手に生まれるもんじゃないんです。やっぱり本当にプロモーションの考え方、我々が何を見せたいか、 何のために戦うかっていうことをきちっと選手とプロモーションが共有すること、それをファンに伝えていくこと。本当に単なる白いホワイトマークを続けていくためだけがキャリアアップじゃないんです。本当に何を戦うことで届けられるのか、何を本当にファンに伝えるのか、そこをきちっと選手が理解させる。そこを分かってもらう。単に勝つことだけを目指すのは僕はアマチュアスポーツだと思っていて、そういうことではなくて、プロはこれフットボールプレーヤーのクリスチャン・ロナウドが自分のことを、自分はフットボールプレーヤーじゃなくてエンターテイナーだって言ってるんです。だから僕はリアルファイトです。だからこれはもうシュートファイトなんだけど、 シュートファイトをやるプロフェッショナルはエンターテイナーじゃなくちゃいけない、そう思っていて、だったら戦うことで何をみんなに届けるのか、そこをみんなそれぞれの選手にきちっと、自分は何のために戦ってるんだっていうことをまず気づかせることをチャレンジしたいしてます。だから毎週末大会を開くことっていうのは、僕はその コンテンツの消耗を促すだけだと思ってるんですね。プロモーションもプロモーターもやっぱりこの日のために全力で何ヶ月もかけて、やっぱり選手を磨き、そしてたくさんのお客さんに来てもらうための準備をし、やっぱりこう非日常的な空間を届けたいんです。今日終わったイベント、来週はないんです。
もう10月までない。東京に戻ってくるのは年末です。僕はだから溜め投資福だと思っていて、きちっと溜めがあることまた見たいって、ね、毎日毎日美味しいステーキを食べたら飽きると思いますから、だから今は本当にこうどん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 プロあの世界中のプロモーションがファイターのファイトを消耗している時代です。僕はだからそれではこのスポーツの未来がないというふうに思っているので、まあ、他のプロモーションがやっていることを否定はしませんけども、僕らは違うアプローチでこのスポーツの未来に貢献していきたいし、きちっとこの舞台からヒーローを作っていきたい。ライジンには堀口がいる、ライジンには天心がいる、ライジンにはキングレナがいる、ライジンには新庄フライヤーがいる、そういう選手たちをきちっと、じゃあ今他のプロモーションにももちろんヒーローとかスター選手はいると思いますけど、やっぱりそういうきちっとした圧倒的な存在感がある選手を、これはプロモーターが選手と共に作り出して、ファンと共に作り出していくものなんじゃないかなと、そう思ってます。これがでもプライドの時代もそれを繰り返してるんですね。でプライドの時代に作り出したスター選手を消耗して消耗して消耗して、今も世界中のプロモーション、特にアメリカのプロモーションはそういう形でのマッチメイクをしてますけど、僕は違うというふうに思っていて、次の時代、次の扉を開くニュースター、これは本当に時代は共に進みますから、やっぱりまあ本当にビッグネームの選手たちはもちろんリスペクトしてる、でも次の時代を動かすのは今の10代とか20歳とか、そういう選手たちがキラキラした魅力とともに次の時代の扉を開いていく、そういう選手にきちっと戦いの舞台、戦う場所を提供していく、そういうことが大変な作業ですけど必要だと思います。今日お客さんに来てほしい、今日ペーパービューを買ってほしいと思ったら、常にビッグネームというか名前と顔の一致した選手に頼りがちなんです。でもそこをもちろん力を借りたいと思いますけど、そういう選手の試合もありながら、でもやっぱり自分たちが次のスターを作っていく作業、育成と普及だと思いますから、そういうことを考えていけたらいいかなと思っています。坂井真さん、おめでとうございます。I consider if you take a look, we have a very good number today, especially with we not have names like Fedor, like Krokop, and you did a great number for if you look at the markets. Did you satisfy it about that result, or do you think can be better and better like that? Today.非常に観客数も多くて、でしかもそれを、まあ、あのフェドールだとかクロコップだとかそういったビッグネームなしでこれだけ の数が集まったっていうのは素晴らしいことだと思うんですけども、今の市場のことも考えて、で坂井真さん自身はこの数に満足しておられますか、それとももっともっと足りない、もっともっと増える必要があるというふうに思われていますか。はい、あのもちろん数は、ま、あの本当にたくさんのお客さんが来てくれたことに感謝もしてますし、あの過去ライジンのこの埼玉スーパーアリーナでライジンがスタートしてからやった中での1日の中の動員数としては過去最高の動員数であったことは本当に嬉しく思ってます。それでいて今お話しいただいたようにヒョドルもいない、ミルコもいない、ワンダル・シューマンもいない、もっと言えばキング・モーもいない、ね、日本の中で言えば石井聡もいない、過去の、まあ、昔から戦ってきた過去のちょっと申し訳ありますけど、キャリアがすごくキャリアを積んできたトップファイタートップアスリートたちがいなくてこういう数字が出せたことっていうのは本当にこう僕らも未来を感じることができたんでね、本当に嬉しく思いますし、だけどこれはもう世界中の人が気づくべきことで、市場というかマーケットのみんなは新しいヒーローを求めてるんです。だからもう僕らがあのスクラップ&ビルドなんです。だからもう自分たちが過去を捨てて未来をに動き出さない限り、過去にとらわれて次の一歩が出ないではダメなんじゃないかなというふうに思っていて、
まあ、だから本当にそこは自分たちのプロモーターとしても葛藤があるんですよ。ついやっぱり名前のある選手に頼りたいところもありますから。でもまあ一つ少しこうなんかいい兆し、こういいこうなんかあのファンからのこうサインをね感じ取れつつあるかなと思ってます。ただナンバーはライジンとしてはベストなナンバーですけど、プライドの時代からするとまだまだプライドの時代にこのナンバーだったら僕らは今日は最低のイベントだっていうか最低の集客だっていうぐらいですから、埼玉スーパーアリーナも今日のサイズは一番スモールのサイズですね。この天井がまだ上がります。天井があると2万5000人入りますから。そしてワイドに伸びます。そうすると4万5000人入ります。過去に僕らはその数字までね、この埼玉でファンと一緒に今日と同じような熱を4万5000人とね、こう作り出すことができたんですね。まあ、あの欲を言えばキリはないですけど、なんかそこにこう登っていけるかなっていうそういうこうエネルギーをファンからもらえたことを嬉しく思っています。My second question is about Amir Aliakbari talking with us today. He express a feeling to stay with Rising, and he knocking Tyler King out today. Do you still feel interested in him? Because he told to us he's a free agent. And also, Vanderlei Silva told to American media he's still interested to fight in October. Do you think that possibility can be happening in October in Fukuoka? アミール・アクバリ選手、僕はアリアクバリ選手に関してなんですけれども、アミール・アリアクバリ選手に関してなんですけれども、あの彼はライジングで試合を続けたいというふうに意向を示していて、ただその、今日も平選手に勝ちましたけれども、あのライジングとしては契約が切れて、フリーになったあの段階だというふうに彼は言ってました。であの質問としては彼にずっとここライジンで戦い続けてもらいたいのかっていうのが一つと、あとシューマ選手もアメリカのメディアに答えて10月にできれば日本で試合をしたいっていうようなことをコメントしたそうなんですけども、そういったことに関してはどのように思われているでしょうか。はい、あのアミルともずっといろんな話をしていて、まあ、本当に今日あのタイラー・キング選手との試合、彼は僕に言ったんですね。僕が前回の4月の試合を少しあの悪く言ったというかですね、あの不満足だとアミールの試合を、まあ、あのマット・ヒューズポジションで、まあ、あの相手を、まあ、あのタップアウトするような試合、これあのグランプリのヘビー級のグランプリ、無差別級のグランプリの1回戦の時もブラジルの選手誰でしたっけ、あのとの試合でも同じようなあのフィニッシュだったんですね。で僕らはもちろんアミールの強さを知ってるし、まあ、その技があることも知ってるんで、まあ、いろんなものが見たいっていう話をしたんです。だからそれをそういうことをすることがひょっとするとアメリカとかの他の国ではプロモーターが選手にあのそういうサジェッションをすることは良くないっていうのかもしれないですけども、僕はそんなこと知ったことじゃない。ファンが見たいものが見たい、ファンに喜ばれるものを見せたいですし、選手にその能力があるんだからその能力っていうのを引き出してあげたいです。アミールは勝てばいい、違うフィニッシュの仕方を考える。君ができる最大のフィニッシュはマッチヒューズポジションだけじゃないでしょう。あなたにはストライキングのスキルもたくさんあるじゃない。それだけのフィジカルがあるんだったらもっと見せろ、違うスキル、あなたの違う魅力が見たいよって話を前回の4月の後にしました。で今回素晴らしい試合を見せてくれたんで、まあ彼が次本当にライジンでまた戦ってくれることを僕らも期待してますし、そういうオファーをしたいというふうに思っています。でバンダレ・シューバ選手は、まあ、本当に去年あの試合をしてほしいと思いましたし、
もうプライドの時代から本当にバンダレともたくさんの思い出が個人的にもあります。そういう中で言うと、彼ももう海外のメディアの人にはわからないかもしれませんけど、ウルトラマンで言うとカラータイマーがですね、もう点滅してかなり早くそういう表現をしないわけですね。もう本当にキャリアとしてももう本当にこう現役であと何試合、多分5試合もないと思います。本当に数試合彼はやれるかやらないかだと思ってるんですね。まあ僕は日本で彼の試合がもう一回見たいと思ってますだし、ミルコもまあ本当に彼もいろんなコミュニケーションを取ってますけど、引退をするなら日本で引退したい、埼玉スーパーアリーナで最後リング降りたいっていうことを彼も言ってくれて、年内にミルコにも試合をさせたいと思ってますし、バンダレにもその意思があれば、僕はバンダレシルバーも今日ドンフライが出て、ドンフライじゃない、ごめんなさい、ダンヘンダーソンが出てきただけで、やっぱりスライドのテーマに乗って出てくるんで、ね、僕の胸も震えるし、ファンの胸も震えたと思うし、記者のみんなも懐かしかったと思うし、歴史を感じるじゃないですか。ニュースターのをとこう送り出していくためにも、それでも20年というこの歴史を僕らはきちっとこのリングの中には刻みたいと思ってますから、新しいものもあり、そして古いものもあって、まあそういうあらゆる魅力をこのリングの中では表現したいなと思ってます。And my last question, try to be so fast. The main concept is Grand Prix. They started today. What is your opinion about the three fights? Because the three fights is so competitive. The guys trying to finish all the time, and especially here Horiguchi and Kalitaha. Did you expect that happen? Especially with the Kalitaha to that way the finish that happen.トーナメントの話をちょっとお聞きしたいんですけども、はい、堀口選手はもちろん素晴らしい試合をしたんですが、カリッド・ターハ選手も素晴らしいノックアウトをしたと思うんですけども、彼についてはどのように感じられましたでしょうか。はい、予想通りというかですね、彼はまあここまで来る中でもキャリアというか10戦無敗で、まあ、僕らもきちっと彼の過去のキャリアと過去の試合を全部チェックをして、で各、まあ、本当にライジンのグランプリっていうのはサッカーでいうとこのまあ、チャンピオンズリーグを目指したいと思ってるんで、世界のプロモーションの僕はチャンピオンが出てきて、それぞれのプロモーションの誇りと、その自分の生まれた国の母国の誇りと、そしてチームの誇りをかけて戦う、そんなプロモーション対抗の、本当に格闘技のチャンピオンズリーグを作りたいと思っています。そういう意味ではカリド・タハも彼のね生まれた国とそして育った国と2つの国というかね、まあ、いろんなもう彼のそれまで の生きてきた歴史と、そしてプロモーションを代表して素晴らしい試合をしてくれて、まあでも予想通りなんです、ある意味、うん、彼がああいうパフォーマンスをすることに、だからまた福岡のB グループの方も世界中のプロモーションを代表してこのバンタム級トーナメント、堀口教授の首を狙う、堀口教授を脅かすような競合を世界中のプロモーションの代表の人たちと相談をして、この日本のライジンのグランプリにキャスティングしていきたいと思ってます。世界中からプロモーションを代表して、ぜひうちの選手を使ってくれっていうプロモーションが実は本当にたくさんありがたいことに来てくれてるので、僕らはプロモーションと選手の取り合いをしていくようなことはしたくなくて、本当に世界中のプロモーションとアライアンスを組んで、世界のプロモーションで活躍する選手をプロモーションの代表のままこのライジンのグランプリに出していきたいと思ってます。日本の国内ではいち早くできて、ディープ、シュート、そしてパンクラッシュ、それぞれのバンタム級のチャンピオン。I believe the jiu-jitsu community is interested to know if you are interested in having Cone Gracie fight again.
Have there been any talks? Is it a possibility for New Year's Eve? And specifically opponents, Yusuke Yachi knocked out a great striker last time, knocked out the great grappler in Kitaoka tonight, and has been calling out Kron Gracie. Is that a match that might be a possibility, or what's going on with that negotiations? 柔術界からはクロン・グレイシー推しの声がすごく出てるんですけれども、年末に向けてその現実性があるのかどうかで、特に先ほど八千選手のコメントでも、八千選手は、打撃に強い選手でも KO を取って1本取って勝って、で今日はグラップリングに強い北岡選手にも勝って、で次クロン・グレイシーっていうふうに私たち期待するんですけど、どうでしょうか。はい、クローンともずっとコミュニケーションを取ってます、もちろん。で、クローンはライジンのことを気に入ってくれていて、彼が多分出てくるのはことになるルール、これはもう本当にグレッシーの人たち、特にヒクソンの子息、ヒクソンのルーツ、ヒクソンにルーツを持つクローンはやっぱりルールと対戦相手だと思うんですね。だから彼らはコンペティションとか競技会とかに興味があるわけではない。これヒクソンとも話してるんですけども、やっぱり彼らは本当にグレッシーっていう自分たちの一族の誇りをかけて戦う舞台、戦うそういう決闘、果たし合い、そういうものに興味があって、あれそういう意味ではタイトルに興味があるとかそういうことじゃないので、クローンもだからその戦うことの意義っていうところ、さっきも言いましたけど、何のために戦うんだっていうところがきちっとクローンの中ですんなり落ちる、すんなり納得できる選手であれば、彼はニューイヤーズイブで戦うんじゃない、戦ってもらえるというか、戦う機会を作れるんじゃないかなと思ってます、この8月に入ったところでアメリカに飛んでクローンともゆっくり話をしてこようと思います。ただ本当に北岡選手や八千選手が今日クローンの名前を出しましたけど、これも本当に八千クローンっていうものを、ファンがどこまで見たいのか、そこに対立概念がきちっとあるのかどうかも含めてですね、クローンともしっかり向き合っていろんな話し合いをして、ニューイヤーズイブに彼の試合が含めるよう、交渉していきたいと、そう思います。ですね、北尾八千選手に限らずですね、I forgot to ask. Today we saw the announcement about Dan Henderson is coming back to Japan in the face and grappling match against Sakuraba. Do you think that Dan Henderson is too interested in coming back to do MMA too, or just for grappling? 今日ヘンダーソン選手が戻ってきて、Sakuraba 選手とグラップリングマッチを行うという発表があったんですけども、ダン・ヘンダーソン選手はこれはもうグラップリングだけに戻ってきて、また MMA にも戻ってくる可能性はあるんでしょうか。ないと思います。彼は本当にこのグラップリングマッチですら戦うことに最初は抵抗があったんですね。2ヶ月半前ぐらいに首の手術もして、本当にこの後やっぱり現役を続けていくっていうことはもう考えてなかったんですね。ただ何ともいろんな話をして、やっぱり彼らも本当にノスタルジックなんですよ。本当に日本でもう一回自分の戦う姿を日本のファンに見せたいし、やっぱりこう日本で彼もキャリアアップをして、本当に外部に来る前はリングスっていうね、前のさんのところで活躍し、その後プライドの初期の頃に来て、それから本当にたくさんの試合をして、その後ストライクフォースに行って UFC に行って、いろんな話をする中でプライドデイズが彼にとっても本当に自分の人生のハイライトだった。もちろん UFC とかストライクフォースになってからも勝っていろんなキャリアアップはするけど、やっぱり彼が強烈にメモリーとして残ってるのは、思い出として残ってるのは日本のキャリアですから、そういう中で日本の格闘技界の復興のために桜庭とだったらグラップリングで戦うと、本当にこれがもうグラップリングでも
まあ、ここからキャリアをどう彼が、ね、作っていくか分かりませんが、まあ、簡単な場面ではなかったので、まあ、やっぱり対戦相手が桜庭であるということも大きな理由だと思います。他に質問ある方。